何か若い頃に身につけておいた方がいいスキルはありますか？2つあって、関係値を作る力と、もう1つはコミュニケーション能力必要かなと思います。これなんでかっていうと、若いうち、とりわけ結構新卒とかだと営業職に就くことが多いって言われるじゃないですか。そういう時にいろんな取引先さんとかに会いに行ったりとかする中で、取引先と関係値を作っていく、自分で作っていく能力っていうのと、それだけじゃなくて、その取引さんごとにいろんなこうコミュニケーションしていって情報を仕入れるっていうことが必要なんですね。関係値がある中でこう入手した情報とかっていうのが今後財産になってたりとか、あるいは次のね、こう取引につながったりとか、逆にそこではないところにつながったりとか、いろんなこう二次利用三次利用ができるようなね、ことになっていくので、相手としっかりと関係値を作って、必要な情報を握っていく、取っていく、取得していくっていうことができれば、転職するときも有利だと思いますし、知識は武器になると思うんで必要かなと思います。ちなみにでもこれは営業ですごい大事な能力ですし、ドラフト来たら全て手に入る能力です。